はい、イズロベです。今日はこんな感じでいいかな。まずエブリーちゃんがどうやら廃車の寿命ですね、近いということでこれ買ってきました。アマゾンからこのレコーダーですね、リーダーか、コードリーダーですね。まあ症状としてはあれ、エンジンチェックランプがなんかいつの間にやらついてて、いつの間にやら消えないとまだいつの間にやら消えないっていうのがあったんで、まあちょっとこういう診断をしていこうかなと思います。で、あとはそうですね、アイドリング、はい。で、このウェアラブルのカメラ、ウェアラブルカメラなんか変なところで止まるんよね、勝手に。で、あとちょっとあのアイドリングのなんだろう、音もちょっと無秩序というか不規則みたいな感じなんで、これイグニッションコイルも、持ってきま、あ、買いました。まあ一応13万8000円走ってるから、まあどうなのと思うんで、まあちょっとまあこれで診断とかやってみましょうか。消えるかな。はい、イズログです。今日はですね、散々探した、まあエブリちゃんの症状ですね。はい、私の愛車エブリーちゃんの症状として、エンジンチェックランプがつきっぱなしなんだよね、いつの間にやら。で、ちなみに今年の4月の20日ら辺かな、あれっすね、ユーザー車検は通したんですよ。その時はついてなかったんだけどね。はい、今エンジンかかってますね。エンジンかかっても、まあ、ランプ消えないというわけで、これですね、アマゾンからで買ったこの診断機を用いてやってます。で、この OBD コネクターっていうのはここにあります。 62V の、OBD だっけ、コネクター。まあこれ Amazon で買った診断機をつなげるコネクターはこれ、ボンネット開けるところのすぐここですね、ここにあるので、まあやってみて、簡単ですね、やってみてください。で、そしてこれはどう操作する。おい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 、タッチパネルじゃないんかい。タッチパネルじゃない。じゃあ診断してみましょうか。結構かかるね。これエンジンかけなくちゃできないのかな。あ、違うようだ。通信がエラーか。はい、イグニッションスイッチに入っていることっていう風に出ましたが、エンジンかけてたじゃちゃダメってことかな。まあ今一応ね、イグニッションスイッチ、まあ電源まで入れたんだけど、ですね、残念ながらですね、これは鈴木の 62V には適応してないということでしょうか。はい、エラーが分かりませんっていう動画でした。はい、まさかまさかのあの診断機が使えないということで、まあ、結局思い当たる節からやってます。で、ここ、まあ、イグニッションコイルがもう2年、僕の場合にはもう2年ごとに
変えるんですよ、点火系統って。だから今年はそれが遅れちゃったりとかして、ちょっとアイドリングのなんだっけな、音が不規則だったりするんですよね、時たまにドドン、トト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 トドンみたいな。どっかで何番目かで不完全燃焼はまあ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 起きてるでしょうねっていうのはなんとなく想像はできるので、まあこれをまあやろう。で、まあやろうとは思っていて、まだいいか、みたいな感じで、ちょっと今年は、今回サボってましたね。で、まあ正直ね、今、めちゃくちゃ車買い替えたいんですよ。だから、どうしようかなって感じ。これで、で、今、ホーシングを探してて、そのホーシングで直らなければ、な、ホーシングの方が安いんですよ。うわ、汚いかな。なんか緑色のなんかついてるね。でもこれ元からか。あれこんなに重かったっけな、イグニッションコイルって。なのでどうしようかなって感じで。で、今これエブリィの 62V なんですけど。はい。ここにバッテリーの隣に、なんだろう、フューズボックスあって、これ。DIAG、これダイアグノーシス。まあ、略すと診断っていう意味の単語です。で、ここに、確かね、これなんですけど、これを直結させるとなんかね、エンジンランプが何回か、最初1回光って2回、3回とか、その、エンジンランプがなんかね、モールス信号じゃないですけど、うんなんかエンジンランプの光る回数でエラーがわかるらしいんで、まあ、ちょっとそれもやってみようかなという感じですが、直結をさせる必要があるんですよね。だからどうやって直結させるのかがちょっとわかんないんで、どうしようかなって感じ。直結させてなんかね、電気系統ボーンとかぶっ壊したらまずいからね、どうしたものかなという感じでございますよ。あれこんな取れなかったっけ、コイルって。こんな取れなかったか、イグニッションコイルって。うわ、まあ古いからな。よいしょっと。あれでもこんなだったっけな。じゃあちょっとコイル変えていきましょうか。あ、コイルの前にプラグだな。はい。じゃあ一部の望みをかけてね、今バッテリー変えました。バッテリー変えて、エンジンコンピューターはリセットになるのでしょうか。なるわけないでしょって。はい、消えないな。あ、消えねえな。じゃあちょっと直結させてみっか。じゃあちょっとエラーコードをチェックしてみようか。ダイアグノーシスっていう端子があって、
こなんよね。これですね。これにこのステップルで刺して直結を刺すんですけれども、ちょっと待ってね。はい。まあ一応結構ステップルじゃ、ステップルだとまあ太いんで、一応銅線の針金で持ってきました。じゃあこれでどうなるかやってみましょうか。これでダメだったらまあ諦めましょう。走るっちゃ走るからね。いやーダメか。はい、今回はエブリちゃんはまあ結論から言うと廃車にしたんですけど、廃車前のこのライティングとこれは違うな。あ、まあエブリちゃんを忘れないっていうだけの自己満足でございます。まあ、結論から言うと、あの故障診断機は使えないですね。やっぱりちゃんと日本車に対応したら10万ぐらいするやつを買わないとダメですね。で、なんか、ミンカラとかにあるんですけど、なんだっけ、あそこら辺を直結させて故障を見るっていう手はあるそうです。僕はできませんでした。なんか知ってる人教えてください。バイバイ。